マタティア、ギオムルイエのプロンプトゥアリーコヌムインシギオールムより、マカバイ戦争開始後のユダヤ・マタティア、または、マタティアスは、マカバイ戦争において、ユダヤ人を指導した際しマタティアとその息子たちは、セレウコス・朝からの独立戦争を戦い、ハスモン・朝の基礎を築いた。マカバイ・キイチの記述によれば、ヨアリブの子孫である最初シメオンの子、ヨハネの子であるマタティアは、 モディンという小さな村にいた。紀元前167年、当時ユダヤ人を支配していたセレウコスアサシリアの王アンティオコス4世エピファネスは、ゼウス崇拝を国内全土で取り行うことを決定し、ユダヤ人の神聖な場所エルサレム神殿にて、異教の捧げ物、祭儀を行った。従わないユダヤ教に対する迫害を強化したために、殉教者が続出した。 モディンにもシリアの役人が派遣され、マタティアに犠牲を捧げるよう命じた。マタティアはこれを拒否し、同意して犠牲を捧げようとしたユダヤ人を殺害し、役人も切った。マタティアは契約を守り、立法に熱心な者は皆私に続けと街中に呼ばわり、五人の息子、ヨハネ、シモン、ユダ、エレアザル、ヨナタンと共にアラノに逃れて反乱を開始した。 シリア軍が安息日に攻撃を仕掛けたことで、逃げることを含め一切無抵抗のユダヤ人を殺害する事件が起こると、またティアに協力するハシディ・ムハは、立法の解釈を改め、立法を厳守して安息日に一切戦わないというのは、自分自身を敵に回す行為であると安息日でも抵抗することを許可した。紀元前166年、反乱が拡大する中で、 またティアは病死し、後継者にユダを指名した。ユダは、エルサレム神殿を奪回して、剣能の祭りを設定することとなる。フラビウス・ヨセフス・著、旗ハ号平役、ユダヤ古代史4新訳時代編、12、13、ィン株式会社畜麻処書2000年、ISBN4 から480085343、P84。ありがとうございます。